はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。山根様、元文様、松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に、恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。本当にね、山根様も、松本様も、何度もご支援いただき、誠に、恐縮であります。今日、塩辛トンボを見かけました。あと、虫の声とかも聞こえてきまして、都内なんですけれども、秋の気配かと思いきや、8月中は暑いそうです。32度、33度がずーっと続いてですね、明日すごい暑いそうです。35度、36度ぐらいになるそうです。熱中症にご注意ください。飼育放棄犬猫の保護団体が大変と。今400頭ぐらい面倒を見てて、大体ボランティアさんで給料出せなくて、寄付を一生懸命呼びかけておりました。こういうとこには公金入らないんだな。都知事選の候補に、公約に、来年の6月に出ようと思ってるんですけれども、飼育放棄を減らすを掲げようかな。これいろんな理由がありまして、家の中で増えちゃった。避妊手術とか矯正手術、ちゃんとやんないで、家の中で増えちゃった場合とかですね、あと今後増えていくかもと思うんですけれども、飼ってたおじいちゃんがおばあちゃんが亡くなってみたいな、いうケース今後増えていくと思いますね、これね。で面倒見る人いなくなった犬猫の保護団体が大変、YouTube にいろいろ動画上がってますんで、具体的にはですね、低所得世帯の不妊手術推進と、まあ、女性ですか、東京は、あれなんですよね。犬猫飼える方は、大体お金持ちで、手術のお金1万円助成しますとか、2万円助成しますとか、じゃあ薬価とはならない。ちゃんとした人は、そんなことやんなくても、ちゃんと手術する。で、低所得世帯ですね。なかなか手術代出せねえでやるとか、そもそも手術しなくちゃダメなんだよって知らねえっていうね、いうのをなんとかしたいな。あと飼育実態の把握ですかね。犬は一応狂犬病注射で登録があるんで、一応把握できてることにはなってますけれども、まあ全然やんない人も多いですけどね。小型犬でうちの子は外出ねえから狂犬病大丈夫だからなんつって売ってない人も3割4割いるでしょう。猫は全然飼育自体が自治体把握してねえから、ちょっと届け出でもさせようかなみたいな。ペット飼っていい所得とですね、知能に一定の線引き必要だと思いますよ私。炎上覚悟で言いますけれども、極端な貧乏な人と極端に頭悪い人は飼われた子がかわいそうだから。本当に私動物病院経営した時に、あれだよな、この子はかわいそうだな、頭悪くてな、動物病院に連れてくる、からにはそんなに低所得は見かけなかったんですけれども、頭が悪い人は見かけました。こういったはですね、不妊手術した方がいいよとか矯正した方がいいよとか言っても理解しねえから、ある程度ね、規制、あなたはちょっと頭悪すぎてダメですって、言ってやんのも必要じゃないのかな、思いますね。これツイートして炎上した動物病院の獣医さん、過去にいらっしゃいましたけれども、全く同意見ですよ。犬猫飼うんだったらある程度稼いでないと病院にかけらんないで、その子死んじゃうのかわいそうですよ、言いたいと思います。動物病院ぼったくりんとこは潰れてくれて、まっとうにやってるとこねを利用してもらってですね、世も末、埼玉県警トルコ語を話せる人材を急募、過去1年間で民間通訳を頼った事例が378件。まあほとんどが事情聴取だそうであります。民間通訳の相場は7860円、時間、時給7860円。あれですもんね、来るのに帰るのに
1時間かかったとか言ったんでは、あの拘束時間あの3時間になっちゃうから、1時間つってもね、まあまあこのぐらい取られちゃうのかな。特殊技能ですしね。世論です。日本語喋れやバカタレが。茨城県警も通訳募集してたな。わらびと川口、クルド人だらけ。連中に日本語話させたらどう？日本に帰化したトルコ人を雇っては？日本語話さない、学ぶ気もないなら帰国させるべき。そうだよね、観光旅行じゃねえんだからさ。そんだけあの犯罪に関わるクルド人が多いってことですわね。わらび川口ね、やばいっすね。日本語わかんないふりしてしらばっくれようとしてねえかな。そういうずるい考えのやつもいるんじゃねえのかな。日本語喋れるわかるのに、日本にいながらね、日本語覚えようとも話そうともしないやつを日本国が保護してやる必要あんのかっていう疑問がまず湧きますよね。日本に住む以上日本語覚えにくちゃダメじゃんみたいな、そういう考え。で、あのそんな気全然ねえやつ、いつまでもお客様気分のやつ、それをですね、法で守ってやる必要あんのかと。高額のあの通訳雇ってまでですね、連中の話聞かなくていいんでは。犯罪に関わった外国人の話聞かなくてはいいんでは。外国人が被害者の場合、捜査はやっぱり日本人の被害優先で後回しにする。後回しにしすぎて10年も20年も捜査が始まらない場合ももちろんある。外国人が被害者の場合、まあ加害者の場合、犯人、容疑者、前後の状況で適当に判断して容疑者の話は別に聞かなくていい。どうせ嘘つくなら。で、いいんじゃないか。私はあの外国人犯罪はですね、日本人より重い量刑を科すべきと昔から考えて、おります。日本人だと3年食らうとこ6年とか9年とか10年とか重くすべき。だってわざわざ来てくれよってもう言ってねえのに日本にいて悪いことすんだもん。これ日本人よりもあれでしょ、そこで生まれ育った日本人よりも重くして叱るべきですよね。特にあの外国人に、日本人が傷つけられた場合、盗まれたの、騙されたの、怪我させられたの、殺されたの、いう場合、侵略行為とみなして、侵略罪っていうのを別につけてもいいな。そんで、重くしてもいいな。家の人の財布からね、自分家の母ちゃんの財布からお金盗むのとよ。わざわざ他人の家に出かけてって、他人の母ちゃんの財布からお金盗むの、どっちが罪重いっていう話。なんでわざわざ日本人を傷つけに行くんだっていう話ね。村単位でもそうじゃないですか。村単位でもさ、村人同士盗み合うのと、まあ喧嘩したりなんか暴力振るったのとですね、よその村から来たやつが盗んだり、その村のもの、暴力振るったり、その村人暴力振るったりでは意味合い違いますよね。侵略かっていうね。我々全員親戚なんですから、全然親戚じゃないね。他の部族ですよ、いわゆる他の部族のやつらに傷つけられたら、親戚同士で殴り合ったりなんかするよりも重く罰するべきだよな。私の言うことを、まあ異論は認めますけどね。法の上の平等ってあんじゃねえのいう意見もあるかと思いますけれども、それ保証してんの日本人だけですからね。国民住民は、それ憲法では保証してないと思いましたよ。国民は全て法の上にで平等で扱われるべきっていうのは、あったかと思うんですけど、外国人は含まれてなかったと記憶しております。8月中、今月中にですね、学術会議を民間法人にする有識者会議開催予定、そういう方針だって。有識者会議が開かれるんですけど、学術会議は民間法人にすっぺねと、どういう方法でしようか、いつからしようかっていうのを話し合われるそうであります。
議事録は後ほど公開されるそうなんで、公開されたら、まあ、見てみましょうね。独善的な会員選考を第三者委員会にする政府案に、学術会員がですね、独立性が損なわれる、などと、猛反対しまして、じゃあ民間法人にすっから、勝手にやれっていう流れになったそうであります。世論です。そら、共産党のフロント団体を税金で養うわけにはいかん。他の先進国を見習うしかないのでは。学術会議みたいなとこないそうですね。他のあの先進国ではね。中国から堂々と金を受け取れるようになるぞ。堂々と中共から金もらえるじゃん。よかったね。とりあえず文系の日で頼む。金は出せ、口は出すなは通らない。学術会議は国の機関としての維持を希望しており、独立性云々はどうなった。これは学術会議は民間法人やだーっつってる、言ってる。民間になると独立性が失われるという謎理論。謎。もうダメだこの組織、早く潰せと。連中が自画自賛するほどね、素晴らしい組織だったら、矢に下っても金には困らないはず。我も我もとスポンサーが押し寄せるはず。そうではないから、ギャーギャー反対してんですよね。民間はやだーっつってね。賢いはずの学者の集団なのに、そんなこともわかんないのかな。我々は素晴らしい組織。民間はやだ。これが矛盾してるっていうこと。賢いはずなのにわかんないのかな。会員選考を外部が行う。これがなんで独立性を損なうことになるのか意味不明なんですけどね。自分らが好き放題やるための独立性が損なわれるって、はっきり言ったらどうなんだ。民間法人になるとですね、これまた独立性が損なわれる。これも意味不明。なんか独立性が損なわれるって、脊髄反射で言ってねえかって話なんですけど、金と権威だけよこして、あとは好き放題やらせろって、はっきり言えよ、はっきり。そう言いたいんでしょどうせ。それ言えないから、ゴニョゴニョ言ってんでしょ。これで、名を挙げたパヨのご褒美が一つ消滅ですね。パヨで名を挙げて、つまり日本社会を混乱させ破壊させることによって、パヨ界隈での名を挙げて、教授になり、学術会議に入れてもらいっていうご褒美ですか、メダル、トロフィーが一つ消滅ですね。嘘と嫌がらせで秩序破壊する意欲が減退しちゃいますね。パヨの皆さんね、どんどんこういうですね、パヨのご褒美、パヨのトロフィー、パヨの旨味を減らしていけばいいんだよね。サンモに出演、できるとか、抗菌中中できるとかですね。こういうのはどんどんご褒美を減らしていけばいいんだわな、思っております。というわけで、8月中はめちゃくちゃ暑いんで、涼しくならないんで、皆様熱中症にご注意ください。デトックスジャパン。